この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ北澤さん、あと少しで試合が始まります。キックオフです。ロナウジーニョ、ボールをキープする力大です。ああ、抜かれましたよ。突破できるか、シュートまでいけるか。シュート、細かいボールの奪い合い。ここはマルセロ、ディフェンダーとしてプレーします。ここも簡単にボールを奪われてしまいます。意図も簡単に奪われてしまいます。だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。まあ今それだけ相手も必死ですから、そう簡単にはいきませんよね。ファールをもらいます。早いリスタート、いいところ、チェック、うん、いいプレッシャーだ。待っていた。ステップを細かく刻む、縦一本、シュート、リスティング、強い。ベッカム、アレシャンドレ・パート、ここから上がっていく。さあ右サイドから上がっていく、チェック、狙っていった。レア、ここはピンチを出しました。さあ北澤さん、少しどうなんでしょう、遠すぎたかなというような場所ではありませんか。あの辺は決定的なゾーンですからね。いや、しかし切り替えも早かったと思いますよ。パスを選択、チェックに行きます。ここはファールがありましたか。時計は30分を過ぎています。チェック、細かいボールの奪い合い。ゴール、先に決められるというのは選手にとってどうなんでしょうか。うーん、そうですね、はい、早いうち何かきっかけをつかむことでしょうね。今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね、失点するまでは崩されるシーンはありましたけど、今はそれほど守備陣が崩れたりとかうまくいかない状況ではないと思うんですよね。おっと、抜けていますね。ここで受けた。さあ行けるか。いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。どうなるのか。おっと、狙ってきた。ゴール、前半ボスタイムです。レア、これで動かざるを得なくなってきたわけですよね。こっからですよね。これで先に流れをものにした方が勢い乗れるんじゃないでしょうかね。ロスタイムは3分ほどあります。シャビアロンソ、ここで前半戦が終了します。さあ北澤さん、はい、後半です。タカ、戻して見ていました。ラウル・アルビオル、タイミングが合わない。縦に出した。さあ競っていく。おっと、ここでファールです。必ず行ってしまいましたね。チェック、シャビアロンソ、アントニーニ、スローイン、
さあ競っていく。さあ一人で上がっていく。ドリブルですね。シュート外した。しかし北澤さん、はい、あそこで一人で上がっていきましたね。惜しかったですよね。トールで持っていけるんだという自信が見られますよね。いいマークですよ。右側、ここいいですね。強い。ここは一難逃れます。ヘディング、カカチェックになります。イグアイン、位置取りが甘い。下げて後ろからのマーク、ラウル・アルビオル。柔らかいボール、ここはよく守りました。さあシュート、クロスバーの上。回してアントニーニ、逆転のチャンスだ。危ないところでした。頭で競り合う。シャビアロンソ抜ける、上がっていく。チェックに行く。今行けますよ。シュート、うまいですよね。はい、非常にセービング力の高い選手です。左サイドを使います。左側、この距離はどうだ。ここを外した。さあ後半40分を回りました。この時間帯から急に相手を中盤で封じてきていますか。そうですね、非常にうまくボール回してますよね。チェック、一旦戻し前に出した。アプローチ、ちょっとパスが長すぎました。見事にキャッチ。試合終了。1対1。